どうも皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、先ほどトレーニングの方を終わりまして、トレーニング後のクールダウン、アイスバスを、今日は家でやろうかと思います。はい。で、普段だったら、ホテルとかのそういったジャグジー、水風呂とかホテルの施設とか、そういう施設ある結構あるんですけど、そういうとこにトレーニング後に行ってクールダウンするんですけど、今トレーニング自体も、自宅でオンライントレーニングでやっている状況でして、今コロナの影響で、そういった施設もクローズしてまして、で、こういう状況なので、ちょっと家で今日はアイスバスをやってみたいと思います。じゃあ今から氷をちょっと買いに行ってきます。じゃあまた。I know, come on. Deep one. Deep one, yeah.あとね。Thank you.買ってきました。これで50セントなんで、50円ちょいぐらいです。これをちょっと入れていきたいと思います。はい、というわけで、ここバスルームなんでめちゃ声響きます。では作っていきたいと思います。これで、結構溜まってきました。足だけ浸かればいいんで、そんな深くなくて大丈夫です。足りるかな、これ。結構浴槽でかいんですよ。だから冷たさが全体に響き渡るかは不安ですね、ちょっと。で、やってみないと分かんないんで、このまま捨て上がるのを待っていきたいと思います。結構溜まってきてます。どんぐらいまで発展してるかちょっと入ってみます。あ、でも鉄は冷えます。あと5センチぐらい発展すれば多分足全体は埋まるって感じです。で、もうちょっと待ちたいと思います。結構来てますね。水で出しててもそんな冷たくないんで、この氷たちが戦えるかどうかの問題に向き合っています。今直面してます。さあ、というわけで、氷を入れていきたいと思います。ちょっとここからいきます。で、こう水を止める。いい感じじゃないですか。はい、というわけで氷はもうほとんど溶けてしまいました。で、冷たさでいうと、でもこんぐらい冷えてれば全然アイシングとして成立するかなと思います。でもこのまま、使って筋肉を冷やしていきたいと思います。あと50円ぐらいプラスしたら多分結構キンキンに冷えるかなと思います。じゃあまたこれもちょっといい目安として知ることができたんで、いい経験になったと思います。じゃあまた。アイシング終わってきました。やっぱこういったアイシングとか
まあ、ストレッチとか、まあ、疲労をなるべくためないっていう、疲労をなるべくこう早く除去するっていった習慣は絶対必要になってくると思います。まあ、カンボジアも暑いんで、まあ、そういうのは絶対やんないとどんどん疲労溜まっていくし、まあ、自分的にはこうアイシングとかでこう筋肉を強制的に冷やすのが一番なんか疲労抜けてるの、こう疲れ取れるのかなっていう自分の感覚ではあります。こういった小さいことの積み重ねで日々のパフォーマンスは上がってくるのかなと思います。じゃあ、まあ今日はこんなところで、こんなところで締めたいと思います。じゃあチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてこれグッドボタンもよろしくお願いします。はい、じゃあまた、ありがとうございました。